宇宙大作戦のモンゴメリー・スコットモンゴメリー・スコットはアメリカの SF 作品スター・トレックシリーズ主にテレビドラマ宇宙大作戦の登場人物宇宙パトロール船アセス・エンタープライズ号機関主任で日本語吹き替え版での呼び名はチャーリー、カーク、スポック、マッコイに次ぐ主要キャラである俳優ワトスではジェームズ・ドゥアン年以降の映画では サイモン・ペック。2222 22年地球のスコットランド生まれの人間男性。宇宙艦隊士官で、トス当時の階級は少佐。通常は機関室で任務についているが、船長、カーク、副長スポックに次ぐ上級士官なので、二人ともいない時にはブリッジで指揮を取る。ただし、その場合は物語の主な舞台が惑星上であることが多いので、 ブリッジにいる姿は画面にはあまり現れない。エンジニアとしては、超人的で、カークの無茶な要求を必ずクリアする。カーク、何時間かかるスコット、時間ですカーク、時間でやれスコット、わかりましたという類のやりとりが定番で、続編シリーズでも、頻繁に現れる。後にわざと多めに時間を取り、 それより早く終わらせることで有能に見せるための知恵だということを新スタートレックでラフォージに話す。強いスコットランドのあまりで話す。清掃時にはスコットランドの民族衣装であるキルトで現れ、実質にはバグパイプや鎧兜が飾ってある。機関室を離れると女に弱かったり、殺人事件の容疑者になったりと巻き込まれ型の 少し抜けたコミカルな役柄になることが多い。酒好きでエンタープライズに大量に持ち込んでいる。中でもスコッチウイスキーが好き。ただし、酒に強くはない。突水後では、劇場版の第一作、スター・トレックから、ジェネレーションズに登場。エンタープライズ及びエンタープライズへの帰還主任を務める。口ひげを生やし、徐々に、滑覆のいい体型になっていった。 最終階級は大佐。映画2作目では、共に、機関室で働いたおいのピーター・プレストン少尉を、失う。映画7作目では、カーク、チェコフと共に、エンタープライズ B の処女公開に、ゲストで招かれ、エネルギーリボンとの遭遇で、緊急にブリッジで艦の制御を手伝う羽目に。退役後、連邦輸送艦、アセス・ジェノーランの乗客として、 ノルピンコロニーに向かう途中で消息を絶つ。実は、ジェノーランは、ダイソンの天球の表面で、高校不能となっており、転送はファ内に緊急退避して、救助を待っていたという設定で、行方不明時の年齢のまま24世紀の新スタートレック第130は、エンタープライズの面影に登場した。エンタープライズ D に救助された後、ピカードの計らいで、 シャトル一機を無期限で借り受け、新天地へと旅立った。スタートレックでは別時間軸の彼が登場し、その後のイントゥダークネス、ビヨンドにも登場している。スタートレックでは優れたエンジニアであり、アーチャー提督の下でトランスワープ転送の研究をしていたが、実験の過程でアーチャー提督の可愛がっていたビーグルを実験台にした結果消失させてしまい、 バルカン政権出るタベガの連邦前哨基地に左遷される。そこでカークと別時間軸からやってきたスポック大使と出会い、スポック大使が完成させたトランスワープ転送によってカークと共にエンタープライズへワープする。エンタープライズの機関部長であったオルソンが殉職していたため、その後エンタープライズの新機関部長の席に収まる。インプダークネスでも引き続きエンタープライズの 機関部長として登場したが、詳細のわからない、新型講師魚雷の搭載について、艦長のカークと口論になり、エンタープライズを下船する。その後酒場で飲んだくれていたところに、カークからの連絡を受けて木星へ向かい、そこで国賓裏に建造されていたドレッドノート級、宇宙戦艦、アセス・ベンジェンスを発見する。アセス・ベンジェンスのクルーとして潜入したスコッティは、 赤い工作によってエンタープライズへの攻撃を中断させ、館内でカークとカーンと合流し、エンタープライズの機関部長に復帰する。愛称はスコッティ。この役名はスコットランド名りであることからついた。モンゴメリーは俳優のドゥーアンのミドルネームである。スコッティという呼び名がスポックと聞き間違いやすいからか、日本語吹き替え版ではチャーリーとされた。その煽りでトス8は、 生殺性から来た少年に登場のゲストの役名、チャーリーも別の名に変更されている。日本ではフルネームがモンゴメリー・チャーリー・スコットだとされることもある。ありがとうございます。